専務実況パート14です。あれからちょっとダーツを一回ちょっとよし。やってる。第3ゲームまで行ってみたくて、ちょっとやっているのだが、300点超えてるけどね。うわー、外した。当たった。2点、3点。まあ間違えた。まずまずかな。結局何点以上か取ったらなんかもらえた気がするんだけどな。その下調べしてやれっちゅうことかな。うい、間違えた。3だ。当たった。3の3倍の9点。次ラスト、最後か。400点いきたいぞ。おらー、当たった。1点。よし、トップだ。まあもうこんなもんか。兄ちゃんやるじゃないか。景品をあげるよ。マジで。はい、これ。どうも。その程度のものをもらうためだけに時間を費やしてしまった。はい、パート14でございます。ちょっとね、ラストの第3ゲームから撮り始めようかなと思って実際撮ってたんだけど、まあもらったからよしとするか。あんなしょぼい、しょぼいもしょぼいよ。ほら、ちょっと待ってよ。コレクションで見れるんだっけかな。ね、ミーダーツ。アイテム、回転させて見ることができます。拡大縮小することもできます。状況に応じて使うことができます。状況とは。よくできているといえばよくできているのかもしれない。ミニチュアのダーツをどう使うんだっていうところもある。もしかしたらこれが昔ながらのセガのなんかこのお店とかに置かれてる昔ながらのダーツがあれなのかもしれないから。レトロ解雇主義の人はもしかしたらね、あれにノスタルジーを感じるのかもしれないけども、まあそういうものはないから。ダーツとか、あれ、この人あれじゃね、スクールボーイにはミルクがお似合いですよ、人じゃね。話しかけるなんて一周だよ。もう岡山ハイツ行ってみますよ。お、また女の人がいる。これみんなこさん見てる人いる。みんなこさん、ちょっと待たせてんの。またね。そう、原崎がいねえ。日曜なのに原崎に会いたいのに、しゃあなしだな。シェムー特有のサブイベみたいなのがあって、サブイベントはなんかどこどこからどこどこの時間内で何を見るとか、そういうの細かいのがあって、そういうの消化していった方がいいのかな。メインのストーリーだけは分かんないけども、サブストーリーを教えてくれるみたいなサイトがあって見ようかな。ね、猫のねイベントとか、猫に飯食わせまくったらどうなるのかなとかと思って調べてね、利用しようかなと思うんですけどね。そういうのあったのかな。暇だしね。タトゥーを彫っている。あれ、外人さんじゃ、船員さんじゃ。強そうなのに知ってくれよ。なめられないようにね。なめられないようにね。特にスクールボーイだ。Shut up! You だってやられてだろ。仲いいな、スクールボーイに。シェット。今殺した。動くなよ、危ねえから。おい！Oh no！ 途中まで掘ってもらってたの、お金は？入れに来たのか？チャーリーってやつはここに来てるか。チャーリーならそこさ、眠ってる。だが下手に起こすと怪我するぜ。その開け方よ。その開け方よ。なんかあるな。なんだこれ。うえ、ボッパよ。ナイフだと。
びっくりした、びっくりして、そして逃げられた、おしまいだ。あれ、もう一回やらせてくれんの、甘いよそれは。なんだてめえ。あ、Bボタン押した。これ何回もやらせてくれんの、それあんまりスリルがねえな。何なんだこれは一体。あ、 B ボタン押した、また。あれ、さっき A ボタン押したと思って間違えて B ボタン押して、まあもういいや、言い訳は必要ない、俺が間違えたというだけのことだ。時間だけは過ぎてんのかな、もしかしたら。ヘルプ、はい、 QT とはクイックタイマーイベントの略です。もうミスしないよ。ナイフで襲ってくるのが危ねえよ。違う。何しやがる。違うさ、そりゃ。中国人の組織のことを聞きたい。知るか。ほんまや。言えずに言われば何でもそいつらだと関係してると思ってる。そんなこと聞いてどうすんだ。お前には関係ない。いいから教えろ。ひどい。腕を離してくれ。ほんまに関係ない人かもしれんという。組織のやつに合わせりゃいいんだぞ。ったくガキは手加減でも知らねえ。それでいつだ。明日の3時にゲームセンターで待ってる。本当だな。ああ、来なかったら分かってるな。分かってるなっつってもな、つってもな。明日の3時までもう24時間も時間があるんだけど、それこそ本当にサブイベントの一つでも消化していた方がいいんじゃないかなっていう気がしてくるね。ゲームセンターでチャーリーと会うのみ。もう一回入ってもしょうがねえわな、多分。7分だしな、時間が半端だな。今ここでグダグダGoogle 開いて、あら、原崎さんじゃないですか。葉月くん。原崎、どうしたんだこんなところで。こんなところで。予備校の帰り。原崎の来るところじゃないだろう。葉月くんを探してたの。え？この辺りで葉月くんを見かけたって友達から聞いたから。中村あたりだね。でもなんで？今日の学校の志望校のオリエンテーション、葉月くん来なかったじゃない？ああ。もう志望校決めてるの？いや、でも行くなら空手部のある大学。決めてないけど大学に行くつもりかい。そう。でも受験勉強ぐらいした方がいいな。受験準備も追い込みよ。分かってる。分かってんだか本当に。心配なのよ私。受験の前なのに。大丈夫だ。葉月くん、お父さんのことでいろいろ気持ちが落ち着かないのは分かるけど、でもそのことなら後で話す。きっとよ。ああ、こんなとこ原崎の来るところじゃない。早く帰れ。じゃあね。割と原崎については何も思ってないな、こいつな。葉月寮何も思ってないな、さては。してくれてるみたいだ。ほーんって感じで。ね、割と可愛いと。こう専務世界のビジュアルで見たら可愛いと思うけど、葉月亮からしたらまあもうどうでもいい、じゃがいもみたいな関係だな。じゃがいもみたいな存在だな。カレーの中に入ってる人参ぐらいの存在だ。じゃがいもは言い過ぎた。じゃがいもはまだ美味しいけど、カレーの中の人参ぐらいの存在だ。扱い、いや人参は主張するか。カレーに入ってる玉ねぎぐらいの存在だ。玉ねぎはカレーを美味しくしているけども、カレーを食うときに玉ねぎの味は一緒。ちょっといいかな。ごめんなさいね。ごめんなさいね。私男の人って苦手なの。男の人が苦手な人多いな。さっきも聞いたような気がする。これなんだっけ。あ、骨董屋。確か骨董屋でさ、骨董屋だったか。骨董屋で武器書とか書いてある気がするぞ。なんか思い起こせば。半端に時間が残ってるので、武器屋を、じゃあ骨董屋を物色していきましょう。
時計何流しとんねん。流すだけ、特に何か裏があるわけではないと。はい、その横、箱、特に何かアイテムがあるわけではないとね。バイオハザードとかだったらこれ開けて中からこのハーブとか出てくるんだけどね。壺、開けられるわけではないと。じっくりと見ることができると。下にあるのは全部武器のあの書だったりもする。旋風、なんたら無双、古神崩し、飛燕連殺狩り、烈光線、土雲、旋風、安そう、1000円買えるな、買っとこう。これもらえるかな。はい、ありがとうございます。これ秘伝書って言って、読んで練習すると強くなれるっておじいちゃんが言ってました。ガキに見せ番させとる。ガキに見せ番させとるよ。大丈夫かこの店。次これもらっていこうじゃないか。ちょっと高いんじゃねえかとかって、そのこのガキンチをこう脅しつけたら安く買えるんじゃねえか。これもらえるかな。はい、しかもなんか本読んでる。ありがとうございます。ありがとうございます。お兄ちゃん随分熱心ですね。せやろ、こんな難しいの読めるなんてすごいです。ムカつく声をしてやがる。烈戦空、烈空戦、烈光戦の技書。いや今何円出た？500円だと思ったんだけど。これもらえるかな。5000円だった。はい、ありがとうございます。お兄ちゃん随分熱心ですね。こんな難しいの読めるなんてすごいです。あ、500円か、安っ。烈光戦安かった。基本的にイベント越しておじいさんが教えてもらうよりもこっちの方がわざわざガンガン入っ増えていくっていうね。おぼろ無双の技書3000円買っとこう。買いや買い。これもらえるかな。はい、ありがとうございます。お兄ちゃん勉強熱心ですね。随分熱心ですね。こんな難しいの読めるなんてすごいです。何回もその話は聞きました。ボロ無双なんですよ。古神崩し2000円、安かった。買っとこう。左から順に高くなる感じだな。これ500、1000、もらえるかな。2000円、4000円だったから最後のやつも2000円じゃない。よくおじいちゃんが言ってました。これの価値は分かる人にはきっと分かるって。もっと金がどんどんなくなっております。宵越しの銭もたれってこれ。飛燕烈戦、烈狩り、飛燕烈狩り、あ、せいな、安い、買っとこう。ティアンでシャラクセもらえるかな。はい、ありがとうございます。お兄ちゃん、随分熱心ですね。せいやろ。こんな難しいの読めるなんてすごいです。つい熱くなって全部買っちまった。まあシェンムーね、武術のゲームだからね。リョウコちゃん、リョウコちゃん、はい、いらっしゃいませ。大石のおじいちゃんは？大石のおじいちゃん、おじいちゃん用事で出かけてます。いつ頃戻るかな。ちょっとわかりません。そうか、ガキ、子供だけに見せ場させとくのは危険じゃないか、この町で。ドーン、わー、
さあ行こうか。あ、うん、どうしよう。私をいつ読もう。今読んどくか。私をいつ読もうかな。時間がある。時間持て余してる。弁当屋。弁当の人。絹代おばさん。どうも。最近忙しい。まあでも大ひさかの。とあの子は。でもね、舞がひさかぐらい手伝ってくれ。舞も、ね。もう知らん名前ばかりのおばさん出してくるが。そうですね。じゃあ話が。はいよ。ま。はい。はいはい。甘えどしながらちょっと私でも読んで時間を潰すか。あ、中村がいる。中村に話しかけとくか。花咲の話しかけたから中村と何かイベントが起こらないか。おい中村。中村。葉月くん。なんか浮かない顔だな。浮かない顔。エリちゃんが怒ってるの。エリちゃん。田島が？田島が。うん。聞いても話してくれなくて。ほう。のぞみちゃんのこと心配してるみたいなんだけど。ほうほう。詳しいことは。詳しいことは。そうか。中村。ねえ、葉月くん。明日も寒いのかな。さあ、どうだろう。じゃあ、またな。うん、バイバイ。話を広げるつもりなし。田島はどこにいるんだ、田島は。今怒ってるとか言う、田島をとりあえず探した方がいいんじゃないか。と言っても、手がかりも何もないしな。お、車。何してんだ。何してんだじゃねえよ、りょう。え？え？この頃、お前の帰りが遅いって、イネさん心配してるぞ。いろんな人にイネさんが言ってるってわけ。早く帰ってやれよ。不意調して回って、不意調して回ってるってこと。寝回し。なおゆき。こいつの。りょう。お前、この頃夜遅くまで出歩いてるんだってな。悪い噂が。心配してた。そうか。イネさん、あんまり無茶するな。ああ。じゃあな。じゃあな。もうちょっとなんか話しない。何してたんだ。うん？いや別に。それに毎日さ。ああ。はいはい。じゃあ俺またな。ああ。またな。今日は早めに帰りますかね。特に何か何か起こりそうな感じもしないし、早めに帰るか。一応は原崎が店先にいるかどうか確認して、お家に帰って技書でも読むという回にしましょうか。という終わりにしましょうか。明日の3時まで暇すぎる。雨だしな、あまり夜遅くまで、この冬の雨の日に夜遅くまでいるってのも体に触るでしょう。まったりと実況していってますね。なんかもうちょっとこう勢いでもってわしゃっとこうね、しゃべりでぐいぐい引っ張っていくようなね、そういう実況もあると思うんだけどね。残念ながらそれはなんかイベントが起こった。いや、ああ毎度福さん、どうしたんだ。喉乾いて、ジュース欲しいけど僕小さいお金ないです。このイベント前も見た気がするぞ。たかってるな。たかれてる。誰がいい。あなた優しい。僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。嫌がらせようにコーヒーをやってみる。そうだな。コーヒーじゃねえ、コーラ。コーラにしよう。これよ。ほら。おすすめありがとう。僕もらうです。名前も知らん。あ、じいち忙しいの。じいちの人ということしか知らん。ああ、少し。あなた店また来るです。来るです。親父さんおすすめ食べにでも。うん、ああ、当時さんたちに。よろしく伝えてくれ。100円ぐらい割引いてくれ。僕わかった。親父さんたち伝えるです。営業だな、ある意味。じゃあ僕行く。用事あるです。あ、じゃあな。用事あるのに、はい、小銭を持ってないのに自販機の前にいる。怪しいな。何かそんな顔してる。後ろ姿を見るその瞳は険しかった。早めに帰ってます。
6時37分、桜が丘。今日は早めに帰りますよ。早めに帰りますよ。そうだ、こういう時になんか面白い小話の一つでもできればいいんだろうね。なんかないかな。野球のことぐらいしか日々の生活の中で話すことが何もないぞ。野球の話。今日はね、群馬の球場で、群馬の前橋市にあるなんたらいう球場で巨人対中日の試合をしてましたね。先発は田口で、巨人の先発は田口でね、中日の先発はあの人誰だ、先発中日の先発が誰だか思い出せないぞ。今日完封したんだよ。高橋周平じゃないんだな。中日のピッチャーの名前とか覚えにくくないですか。中日の選手ね、京田とかもいるけどさ、2番近藤とかさ、あと遠藤とか、あと今日あと谷ってのがホームラン打ってたけどさ、覚えにくくないですか。中日のクロートか。広島大のさ、選手の名前も割と覚えやすい選手が多かったりするんだけどさ、ね、丸とかさ、そよぎとかさ、中日あたりの選手はなんか覚えにくい人が多いよ。今日はあの完封したピッチャーの名前思い出せねえよ。左ピッチャーのね、ちょっと待ってくれ。ああ、スマホがね、ちょっと待ってね、思い出させて、中日のピッチャーの名前。完封の字が間違いだ。これな、変な写真とか入り込むと、変なページとかが入り込むと、もうそれカットしなくちゃいけんからな。あれ？プロ野球ニュースかな？時間はまだ。これ。これだ。大きい画面にしてみたいよ。スポーツナビで見よう。広島サヨナラ勝ちしたんだ。8回に阿部が同点打って、11回に相澤の激化。阪神また負けとるというか、まあ、広島は着実に優勝に向けてマジックを点灯させつけてるって感じだ。誰だっけ、大野だ。大野か、名前出てこんかったな。大野雄大だっけ、ベシッ、大野雄大完封でした、今日の試合は、というね。はい、もうどうでもいいお話で時間を使いましたね。福さん、はい。でも大野雄大からしたらさ、今日の日の完封なんてもうその劇的な、最近あの亮さんの悪い噂ばかり聞きます。マジで噂？怪しい連中と付き合ってるとか、不良外人と揉めてるとか。気にすることないさ。気にするなって言いたいやつには言わせときなよ。でも稲さんもすごく心配してるし。俺のことなら心配ない。何を根拠に心配ないとか言ってるんだ。黒服の男のことで、しかもまだ尋ねてる。噂とか聞いたら教えてくれ。はい、福さん、何か分かりました。大野雄大にしたらさ、今日の日の完封なんて一生もんだぞ。下手したらあともう一回できるかどうか分からないよ、完封とかさ。昨今の投手のあのね、中継ぎとか使っていく事情の中でさ、完封とかなかなかできたもんじゃねえ。そういうね、そういう大事な日なわけだ、今日はね。今日はそういう日でした、という、それを伝えたかったんですね。イネさんいた。イネさんにとりあえず早めに帰ったってことを伝えておこう。イネさん、リョウさん、とやかく申しませんが。わかった。
それじゃあ、姉さん。はい。許された。なんとなく許されたか。姉さん。リホさん、まだ。ああ、それじゃあ、姉さん。はい。咎めて、もうちょっと。誰も止められない状態になってるな。父親がいたらまだしもなんだろうけど、姉さん別に母親じゃないだろう。お手伝いさんなの、多分。だからもうこの葉月亮に対して誰も強く言えない状態になってるわ。だがまあ今日ここまでにしましょう。お疲れ様ですってこともなんとないんだけど、今日はここまでにします。それでは記録をしてね。今日の日付、9月6日水曜日、巨人対中日22回戦でしたね。しかしこれ阪神悲惨だな。また悲惨だな。 1-0 で勝ってたところまでは知ってたんだけど、 1-1 で3点同点に追いついて11回にサヨナラ負けと。はい、あれだね、今気づいたけどさ、寝れないんだねこの時間では。7時ではまだ寝させてくれないんだね。もう寝れない。やっぱり8時まで時間潰さないといけんのかな。どうしたもんか、寝るつもりだったのに。開けるぞゲーム機が。セガスタン発見。セガスタンあったような気がする。そういえば、そうじゃねえんだ。1986年とかそういう時代にセガスタンあったっけ。セガスタンじゃない。いや、セガスタンだろう。時代おかしくない？開ける、なんもね。プレイできないのか。なんかプレイできた記憶があるんだけどな。なんかディスクかなんか買って。わからんな。あ、寝れないんだったらせっかくなら原崎に電話かけてみるか。夜に電話かけてみよう。なんかあるかもしれない。間違えた。なんとなく実況の時間が長くなってる。30分超えになっちゃうな、このまま行くと。それよくね。20分ぐらいに収められてるのが、大抵のがいつも思ってることなんです。ゼロ。これなんか、電話番号メモってやる。しますね。04-68のこれ実際かけて、リアルでかけたらどこにかかるんだろうね。あの勇気のある YouTuber だったらそれぐらいするか。勇気あるっていうか、その YouTube に命かけてるような人からしたら、お金それもう商売としてる人からだったら、これ電話かけてみるな多分な。今スマホでビビってかけてな、それがやっちゃうよな多分な。人に迷惑かけることになるけど、もしもし。原崎か。葉月くん。声は聞きたい。受験勉強進んでるか。うん。予備校にもちゃんと行ってる。偉いね。そうか。もしよかったら葉月くんも。いや。いや予備校行けよ。予備校行けよ。ごめんなさい。おばあちゃんが呼んでるみたい。そうか。誘ってくれとんやぞ、勇気出してある程度。また電話して。わかった。じゃあまた。ああ。ガチャ。塩対応。さすがにもう寝ていいんじゃないか。8時になったら寝ていいとか。あ、8時過ぎてたらもう寝てかったんだ。さっきの電話に必要ねえかったな。ちゅうことで、
ということで、チェム実況パート14でした。長々としてしまってしまって申し訳ない。もう後ろの方は別に見ても、まあ、この回自体は別に見てもどうでもいいっていう回になってしまったけどもまあまあこういう回もありますよな。シェムってのはこういうゲームなんですね。サクサクといくもんじゃない。どんどんイベントが立て続けにあるわけでもない。まったりする時間も現実世界必要っていうことで、はい、パート14でした。ではパート15でね、また引き続きやっていくのでね、それを楽しみにしてる人はあんまりいないかもしれないけど、まあ15でまたお会いしましょう。ほなまた。